なんでそんなすぐ使えたかって、もともとこっちじゃなくて、あの72年のテレキャスターでそこの現場仕事してたんだけど、うん、ハイエンド系の新しい楽器ってやっぱりハイエンド、上の気になるところっていうのが、うん、どうしてもアンプとかギターの機材では消せない帯域がいちゃうんだけど、これはなんかそのフェンダーのヴィンテージとも違うし、うん、なんかかといって現代の、あの、なんだろう、もうみたいなとことかみたいな、別にそこが悪いとかじゃなくて、僕の趣味としてそのちょっとこう残る、でもまあ抜けるって言われれば抜けるとこなんだけど、あでも分かる分かる、そこがちょっと落ち着いてて、俺もこのこいつ買う時、そのいろんなストラトを試していろんなところのやつを弾いたんやけど、やっぱ今の音というか、今の音仕様にしてるやつとかってやっぱ立ち上がりとかめっちゃ早いんやけど、ちょっとなんかこうなんつうかな、やっぱクリアすぎて痛いっつうか、そういうところもあって、ちょっと枯れてる感じがしたんで僕はこの子を選んだけど、やっぱここは好みですよね。ギタリストの好きな音っていうのはやっぱ好みだね。で、あとはその今このDTM とか、あの打ち込みとかも、やっぱり、まあ、普通の今の最近の音源とかライブでやってても、同期って言って、そのバンドだけでは再現できないサウンドとかをオケで流して、一緒にライブで生バンドに混ぜて出すっていうのが、まあ、主流になってるけど、やっぱりその中で新しい楽器 その上が出てるところっていうのはやっぱりそのオケに埋もれないで残ってたりするから、ね、やっぱり使いどころはあるんだなって、そうなんですよ、そうなんだよね、やっぱそういうところには馴染む音っていうのはね、多分ヴィンテージとかになってくると逆にちょうどね、埋もれちゃうんだよね、使いづらい時は使いづらい、まあやっぱ適材適所ですわな、そう、大体もう今のね、だからいいよね、いいそうそう、多分どの分野もそうなんかもしれないけど、そういうことも、もう情報がいっぱいあるから、全部いいようになってきてると思うんだよ、だってエフェクターとかが、そうね、正直もう今、2、3000円のやつとかでも、全然普通に使えるっていうのがあるからね、そうです、うん、あとはもう、使い方ですよね、使い方、どこでと、どのタイミングでドイツを持っていくかみたいなことは、が、まあ、今後は問われていくんやろうなってことで、問われていくね。でもそれちょっとやりたいね、俺の仕事のプレイスタイル的にはそんなにいろんな種類の歪みって必要じゃないタイプの、ギャンギャンいくロック系じゃなくて、僕はちょっとそのカッティングとかその歌のこう支えるので呼ばれることが多いんであれなんですけど、やっぱり歪みはやっぱ好きだから、まさこみちゃんも好きじゃん、でいっぱい持ってて、いっぱいやっぱ気になるのがあると買っちゃって、でそれも安いのから高いのまであって、それをこの間ちょっとスタジオでメルカリで3000円で買ったディストーションがすげえ良かったから、他のとちょっといろいろ比べてたんだけど、結局良かったの3000円の。でも、やっぱり3万円のやつと比べると3万円の価値は見えるのよ。あで3000円のは別に3000円だから悪いとかじゃなくて、やっぱりもう用途を選ぶし、それと比べちゃったらみたいなところはあるけど、比べなければ全然いい。まあね、まあ、ある意味その何やろ、寿司とフランス料理みたいなもんで、なんか僕は昔、結構昔は機材全般に対して僕はそうだったんやけど、こう前変に真面目やったのがいかんというか、最高の1個持っとかないとダメやとこう思いがちで、でも今は歪みとかってなんかいっぱい持っといたら、なんかどっか使えるところで使ったらいいんじゃないみたいな考え方にちょっと変わってきたんで、これだけみたいな感じにはならなくなってきたな。なるほどね、これちょっといい話になってきたから、一回切ります。一回切りましょう。あ、一回、ありがとうございました。ありがとうございました。またじゃあ